こんばんは。今日はタピオカを飲みました。今日めっちゃありがとう。変顔してが始まったけど変顔してないんだけど、変顔お疲れ様で、どうもこんばんは。リシャーさんこんばんは。リンカとミホリンとアンピーとタピオカを飲みました。こんばんは。イシナありがとうございます。どうも。そう、1周年なんですよね、今日がプレデビュー、ん、お披露目、お披露目から1周ね。お披露目、お披露目も来てくれた人もいるんじゃないでしょうかね。タピオカ好きだよ前から。今日の髪型はポニーテールです。なんでポニーテールかっていうと、昨日疲れすぎて帰った後にちょっとドライヤー結構ね雑になってっから、朝起きたらもう髪の毛が爆発してまして、結びましたポニーテールに、ということなんですね。石の前ありがとう。前からねタピオカが好き。こんばんは、どうも、おめでとう、ありがとう、シナさんおめでとう、ということです。熱出して、寝込んで定期、いや全然全然、もうあれだね、お大事にしてください。熱か、なんだろうねこの時期は。芸術は爆発だ、岡本太郎、なんだ、いきなりなんだ。しまいの NMV でおでこは見ても、そうですね、あの謎のセンター分け期間でしたね、お披露目は。あ、でもお披露目はもう、お披露目はもう髪の毛なかったっけ、前髪なかったっけ、ルカがあの大人に言わずに勝手に前髪を作っていったでも何もやらなかった。なんか要するに天気と、いや違いますよ、いやそんなこと、なんかあとなんかポニーテールがなんか可愛いみたいなのを見たから、なんかあのそういうのを見たから分をね。暑さは大丈夫そうですよ。いやーまだまだ暑いですね、まだまだ本当に暑いです。秋は来るのでしょうか。可愛らしくて素敵です、ありがとう。こんばんは、あの海へ行く7月、ありがとうね。昨日と今日のライブありがとうございます。昨日はそう、初めてのファンミやってね、初めてだったんだけど、ファンミはね楽しかったね。そう、ファンミは私物プレゼント、ビンゴ大会とカラオケ大会と秋服ファッションショーやりましたよ。こんばんは、こんばんは、青いありがとう。名古屋来ないの、名古屋来ない、どう、まあ、いつかね行けたらいいね。お飲みありがとう。あー髪の毛は爆発ね、芸術は爆発だ。あ、正規センター分けから1年目と、そこまで言う、そこまで言う。鍋猫ありがとう。12月のお披露目の時おでこを期待したんだけどなあ、お披露目は12月か、何から1年なんだ。 MV 公開から、そう、12月のお披露目ではもう前髪ありでしたね。地元23の東京27、え、今日そんな涼しいの。名古屋にやべやどややばと、何それ、リングライトなし、ないよ、いつもないよリングライト。こんばんは、体調管理だけは大切、オッケー、大切にするね。天使の名前でありがとう。こんばんは、総理ありがとう。昨日と今日の髪型素敵でしたね。そう、昨日は4ファンミと定期合わせると4回ぐらいさ髪の毛変えたんだよね。私服エロくて最高でした。
ああ、エロかったっすか、あれ。こんばんは、こんばんは。今日も会えて幸せでした。いや、こちらこそ。ありがとうございます。来てくれて。ジブリパークはレちゃん待ってるって言ってた。ジブリパークって何？高谷にでも名前呼んでもらったり、配信だけ話せるの幸せ。おお、ありがとう。そう言ってもらえて嬉しいよ。二坂ゆう、ありがとう。札幌15度。涼しい、いいの。かわいい、ありがとう。MV 公開からか。一周年おめでとう、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。とんかつ屋さん？へえ、とんかつね。牛かつの方が好きかな、とんかつよりも。こんばんは。三つ編み新鮮でしたね。三つ編み、そう、三つ編み初めてやったかな。おそらくね。昨日どんな私服？昨日は黒の半袖のトップスに茶色いハイウエストのスカート履きましたね。大人になられました。ありがとうございます。髪まとめてる方が好き。それか、結構髪のボリューム多いからね。還暦まで前髪見てください。やばいでしょ。もう体バキバキで踊れないよ、ダンスは。なんか美容師さんが来てくださったんだけど、特典会に。なんか髪の毛が多いって言われてさ、なんか髪の毛が多いって言われた。ただそれだけ。全然ハウル、ハウルの動く城とかあんだ。へえ。みんなジブリはさ、何が好き？なんかナウシカが好き、一番。ラジオのメッセージ、あ、そうそう。ラジオね、10月からね、ラジオがね、ハブラジがね、始まるから、みんな。で、お便り？お便りね、そう、もうすぐ、今すぐみんな書いてください。お便りを今すぐ書いてください。ラジオで読むやつ。メッセージ。まだ疲れは寝て起きたらなくなってる若さでしょ。いやー、もうなー、かなわないよ。もう、12時間ぐらい寝ないとなくならないかも。疲れ。こんばんは。魔女の宅急便。魔女の宅急便ね。いいね。目玉焼きが美味しそうね、好き。ハウル。ハウルのルシファーっけ。食べてるよね。ナウシカもあるよ。鹿みたいな首も。なんか、ナウシカの、オウムの目のくり抜くシーンが好きなの。死んだオウムの目ん玉のこのドームをくり抜くシーンが好きなんだよね、すごい。黒のトップスに、茶色のスカート。秋なんか、あ、なんか、お題が秋のデート服だったから、茶色のスカートにして。こんばんは。ルカさんと誕生日が5日違いでびっくりです。おー、11月？ 12 月？昨日ボールキャッチしました。ああ、おめでとう。責任持って、だい、あ、もうね、家宝にしてください。家宝にしてください。もうゲドセンキュー。渋くない？こんばんは。千と千尋のおばばも。千と千尋。湯婆婆？透明な、そう、透明なやつ。千と千尋の神は小栗小坂か。あれ？カントリーロードだっけ？皆さんは顔にしても元が可愛いから、髪型や主役衣装も可愛い。ありがとうございます。セラミ差し込んで外すところが専門用語すぎたかんねんけど、そう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 。初めて買ったジブリのビデオはトトロです。なんかぽいな。こんばんは。禁止ワードに引っかかる。なんだ。 一体何なんだ。セラミコード、なんだ。11月です。あ、じゃあ23日とかかな。みわ、ありがとね。千と千尋の父母千尋に冷たいよね。覚えてない。
千と千尋なんかそんなに見たことないかも。あれ怖くない？ハウルと千と千なんかと物のけ姫すごい怖くてさ、あんまりなんかあんま覚えてないな。小さい頃だったからさ、ジブリ見てたの、なんかそんな怖いのそんなになんか見てなかった。だからナウシカぐらい何回も見たの。なんかオマージュ作品みたいなのも見てた。なんか昔好きだったなんか YouTuber さんじゃないけどみたいな人がいて、なんかそれの千と千尋なんかあのオマージュしたなんかふざけたやつみたいなのは見てた。こんばんは、みんなありがとう。カントリーロードは耳をすごす。こんばんは、あの曲好きなの。こんばんは、すみません、平仮名。平成ポンポコタヌキ合戦、平成、あと猫の恩返しも好きだった。面白い、黒いドロドロのやつが出てくるよね。確かに風立ちぬも好きですね、とかも好きですね。インテリなのでやだ、なんかぶってるな、なんかぶってる人いんな。トトロとラピュタかな。ラピュトロ、トトロか、ラピュタ、ラピュタはね、ラピュタはいいよね。ラピュタはなんかあのさ、大人になってから見ると面白さに気づくよね。やっぱ子供の時はさ、子供の時の感じ方と大人になった時にもう一回見た時の感じ方が違いますよね。やっぱ変わりますよね。23日、おお近いね。こんばんは、こんばんは。空から落ちていくシーン怖い、どこだそれは。あやさん戻って、こんばんは。最近ルカニャンコですね。どういうことどういうことですかそれは。こんばんは、ショートムービーも放映されてる。ショートムービー、なんだそれ。今年のお盆休み初めてハリーポッター、初めて、珍しい。ハリーポッター初見でさ見れるのいいな。でもハリーポッターもなんかのあの1とか2がいいよねやっぱなんかちょっとその後は怖いよね。なんか怖くない？死んじゃったりさ、死んじゃったりするのはちょっと怖いよね。やっぱ見たくないわやっぱそういうのね。トトロはトトロは癒される。トトロなんか癒されるシーンあったっけ？ずっと大人だから何見ても変わらない。いやいやいや、みんなもう赤ちゃんだった時があるんですよ。ラピュタ宇宙生きがい生きがいていた。ありさえありがとうね。生きがいなんてあった。ラピュタ宇宙に飛んでってあそこにいた鳥とか魚の運命を想像すると怖い。すごい独特な視点。なんか宇宙といえばさ、ドラえもん、なんかドラえもんでさ、ドラえもんのさ栗まんじゅうの話さ見たことある人いる？なんか栗まんじゅうだよね、がなんか1分間とかなんかその決められた時間で1個が2個に増えるっていうお話でさ、だから1個が2個になったらその2個がさこうあの4つになる、4つじゃない、こう2個が4つになって4つがこう何だろう、何増えてくみたいな話なんだけど、どんどん4つが箱になってみたいな。でなんか食べきれなくなって宇宙かなにしてるんだけど、なんか最後の最後になんか宇宙かな分かんないけど
栗まんじゅうがこう宇宙船かなんかのところの窓からヒュッて見えるシーンがあって、それがすごいめっちゃね怖かった。だってさ1個からさ倍になるからさ、もう無限にめっちゃすごい数のさ栗まんじゅうになるわけだよね。怖くない？コップとかでかいやつはなんだっけ。俺の嫁ありがとう、アジサイありがとう。コップとかでかいやつ、不思議の国のアリスとかじゃない、知らんけど。で名前戻ったね、初見です。どうもどうも。ジブリって最終的には何だい、怖い。なんか子供が見るものじゃなくない、結構怖くない、ハリあのポピュラーな映画とかって。ハリーポッター見たことない。絶滅危惧種じゃん。5日間ぐらいで一気に見た。あ、全部ハマってるやん。ハリポタを1とか2でも、あ、そうなの。そうなのか。トトロ見たもんで泣ける。マジでそこで泣くの。生きがいだよ。ありがとう。嬉しいじゃん。何バインバインって無限に増え続けるやつ。そうそうそう、あ、そういう名前、題名ってこと。リカ先生と見分けりの結婚式の静かさになると生きてほしかった。どんな話なの。行きたかったのあるかも。結婚式ライブと被っちゃって行けなかったんだけど、調べとく。調べてラピュタのロボット編。すごい。ファンの人はさすごい嬉しいだろうね。ジブリファンとかいっぱいいると思うから。こんばんは、どうも。2019年10月1日にドラえもんの栗まんじゅうが1000円で販売して、高くない？1000円。お疲れ様です。仮暮らしの、あ、仮暮らしのあれって面白いよね。あれでもジブリじゃないよね。仮暮らしのアリエッティさ、もう見たところもさ、ここにさ洗濯バサミみたいなのつけてた。なんかいやでも公式のグッズだったと思うんだけど、なんかここにつけてた。ネズミさん式に増える話。ネズミさん式って言うんだ。そうそうそう、怖いあれ。ファンみんなして見たけど、いつものダボダボズボンにしてるんじゃなくて 5% くらいときめいた。 5% か、 5% だけか。まあね、さすがにね、あ、秋あれだからね、秋のデート服だからね、コンセプトが。ダボダボで行くとさ、ちょっと面白いよな。あいつ、ありがとう。こんばんは。ドラえもんの栗まんじゅうの話は知らないけど、ルカちゃんのことドラえもんだと思ったことは少しありません。どういうことそれ。先生どういうことなの、すごい悪口。ハリポタ最初に見た印象、昔からよくある魔法の話って感じだ。いや、ハリポタの第一印象が昔からよくある魔法の話ってすごいね。なかなかもう名作中の名作だけど、よくある魔法の話なんかすごいな。そう、と面白いの普段から見てんだろ。ジャニオタコーデって知ってますか。いや、わかんない。そんなみんな統一して同じものを着てるってこと。クレマンじゃないやつ、バインバインっていう秘密道具だったと。あ、そうなんだ。怖っ。何でも増やせるってこと。タピオカとかやってみたくない。絶対気持ち悪いよ。猫バスいいやつ。あ、でも猫バスはなんか乗ってみたいなって思ったことある。あ、オールナイトニッポン、なんかあれなんかよくさ見方わかんないんで。オールナイトニッポン、コクリコ坂。コップでか。アリエッティ返さない、仮暮らしだよね。え、何、ちょっとグーグルの検索みたいな。仮暮らしの
でも返せない、借りてはないよねあれ、借り暮らしの家っていう、普通に消費してるもんね、なんか角砂糖とか。アリエッティジブリ、ジブリなの、アリエッティ、アリエッティ好きだ、じゃあアリエッティ好きだ、初見です、初見です、どうもどうもどうも。このキャリーってことは部屋散らかり、部屋ずっと散らかりってか、部屋ずっと散らかりだよ。写真見たとき、してないデートの記憶見方すごくない？想像力が豊かですごくない？カチューシャ好きなんです。あ、そうなんだ、カチューシャね、あんましないんだけど、あんましました、頭寂しかったんで。たっちゃんこんばん、こんばんは、ルカちゃんこんばんは、22度目まして、すごいね、数えてんの。出てくるのかな、ショールーム入るとき。ズマホありがとう、こんばんは、こんばんは。マイフェイバー、フェイバリットね、フェイバリット、マイフェイバリット、ラジコってアプリ入れれば、あーなるほどね、アプリ入れればいいんだ。ヒロアカもトゥーワイスが無限に人が増えるよ。あ、いやなんか無限、あれに、あれのクリマンズの話が怖いのは、そのネズミ残敷に増えるってとこが怖いんだよね。だってさ、もうものすごい量なのにさ、その倍がさ、すぐに倍なんだよ、それがやばい。それがね、それにすごい恐怖を感じた、幼いながらにね。あおし、ありがとう。アリエッティのカラスも怖い、ペットのよ、ペットの猫もアリエッティになってる時、あれはね、アリエッティはなんかドキドキするよね。先週ここ見てました、あ、どうもどうも、こんばんは、こんばんは。実は大人っぽくなったね、本当にありがとうございます。29の渋谷29の渋谷、ハーフついんじゃなかったら飛び降りようか迷うえ、どこに、どっから、やめて。ハーフツインはね、あれだからね、ちょっと相談して決めなきゃいけないから。ブラッシュ、I'm new here what、 あー help me、 英語がわかる人、ラジコ全国の人も課金したらベイエフェム聞ける、あー課金したら聞ける。なるほどね。あ、そう、ラジオね。あの、ベイ FM さんでね、10月からね、やりますので。あとね、12月の15日に、1周年ライブありますので、皆さん、よかったら来てください。グレイルとかナイスクラップとか、イングとか、マジが、やめてほしい。そうなんだ、こんばんは、こんばんは。ロンワンタイミングメイビーバッドアイギーヘルプミー、英語ができる人、アリティ2あったら見たいです、あのまま完結がいいです。見たいな、あ、どうなんだっけ最後、アリティって一瞬でライブ決まった時、ルちゃんの冷静感半端ない。いやいや、踊れてよ、踊れてよ。なんか普通にラジオの話だけかと思ってたから、お、びっくりした。フォローさせていただきました。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ラジオ楽しみ、楽しみだね、ラジオ。ラジオ楽しみ。しげ、ありがとう。ラジオの期待値低いんだけど、どんな感じで。なんて書いてんだ、聞いていい、ん、ラジオの期待値低い今、いやーこれ楽しみだけどね。まあでもどうなんだろうね、顔が見たいとかいう人だったら微妙なのかな、ラジオとか。こんばんは、こんばんは、3連ちゃん、こんばんは、あれちゃん、こんばんは、4連ちゃん、こんばんは。
シナありがとう、こんばんは。ラジオ聞かせていただきます。あ、もう聞いてください、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。レッチャこんばんは。スカカありがとう。こちらこそありがとうね。こんばんは、こんばんは。おのみありがとう。デザインハートありがとう。ワンタイムメイビーバータイディープ100。いやいやいや、それはあの分かるんやけど、翻訳読む分からんわ、意味が。タイミング悪いかもしれないけど、100あげ、あー、センキューセンキュー。タイミングとかないでしょ別に。長くちょっとありがとう。聞けばいいな気がする。ショールーム禁止ワード、ショールームちょっとさ、禁止ワード多すぎてさ結構わかんないよね。まあ何、なんかラジオはさ、なんだろうね、こう隙間時間にゆるーくこう聞いてくれればいいんじゃない。あとなんかメッセージ送れるから、メッセージ送れるから、それ送ってくれたらなんかおもろいんちゃう。なんか読んでくれ、読んだらおもろいんちゃう。それについて話すとか楽しみ方ですよね。それはね、暴れながら聞きたいです。やめてください。まあ勝手ですけどね。どう聞いてくれても、まあこっちにはわからないんでね、いいですけど。リリーフ楽しかった。おー、よかった。ありがとう。こんばんは、こんばんは。うん、めっちゃ欲しい。何あの海へ行く人が、ありがとう。高めのツインテール、いい。でもね、あの、なんかもう髪の毛さ、ぽやぽや出てきちゃうからさ、つい、あの、ツインテールか、ポニーテールじゃなくてツインテール、大変なんだよねポニーテールやの。俺のメッセージが読まれるわけなくてさ、いやいや読まれやすいメッセージを書けばいいんだよ。みんな絶対読まれなそうなの書きそうだもんな。マイファバリーナーとかないね、ないグループかな。デザインハートありがとう。ルチャのラジオの CM はいつ見る？来週ぐらいからって言ってたから。来週ぐらいから？初見です。どうも。初見なのか。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ルチャってどんな髪型しても可愛いとか、ずるいですよね。どうも。ありがとうございます。なんかでも、ルカのアフタヌーンティーの時の、あの、服装になんか文句言ってたの見たけどね。見ちゃったけどね。でスノートのあみさみさんツインテールお願いします。でもなんかこの前台湾で、台湾でハーフツイン行けたんだけど、その時のあの髪がなんかみさみさんみたいって言われたよ。写真あげるね。めさめさるかるか、ルルありがとう、かわいい、ありがとう。ルカルカ、ルカルカだとなんかあのそういうキャラクターいるよね。こんばんは、どうも、かわいい、ありがとう。今日タピオカの、今日飲んだよ。タピオカっていうかタピオカ屋さんだけど、あー、タピオカ飲んだわ。タピオカとなんかトッピングが選べて、何個かタピオカと白玉とマンゴーで飲みました。トッピングして大きいサイズ。あんま言いたくないけど、結んでるのバカ可愛くても、いや言ってよ、なんで言いたくない。みさみさは36キロなので違います。そうなの、軽い。みさみさ確かに違う、軽い、そんな軽いの。こんばんは、こんばんは。軽かないと、あ、そう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 、なんか、あ、巡りね、そう巡り寝るかっていうのが、なんか軽かって言ってる。初見です。初見じゃないの絶対。
こんばんは。ちょ、初見詐欺許せないから、ちょ、やめてもらえます？初見詐欺ちょっとね、許してないんで、うちのチャンネル。うちのチャンネルちょっと、初見詐欺許してないんで。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ルチャー、お疲れ、こちらこそ。2日間ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。受験です。どうも。なんか、何回来たとかってわかんの、みんな。ルチャのポイントありがとう。いやー、こちらこそ。ありがとう。ここにいて。大丈夫、許してもらう気はない。問題児やん。問題児です。ポニーテめっちゃ好き。あ、そうなの。ありがとう。ポニーテね、ポニーテね、綺麗にできないんだよな。なんか、ぽやぽやするし、髪の量が重いから、めっちゃ、上がんないんだよ。上に上げるのは大変なんだよね。なんか、君僕の時さ、ポニーテだったじゃん。メイクさんがすごい、大変そうで、ルカのポニーテールやるの。めちゃめちゃね、大変そうだった。すみません、大変ですよね、みたいな。こんばんは、こんばんは。100回とか200回の区切りで本物か。あ、100回。問題じゃん、あなた。そんなことないでしょ。お父さんあげてる。そのお父さんの栄養全部、ルカの髪が吸い取ったみたいな。関係ないですから。関係ない。髪の毛って遺伝関係あるのかな。そう、髪がね、多いからね、重くて上がんないんだよね。しかもなんかぽやぽや出てくるしね。めんどくさい。ポニーテール。あと痛い、頭皮が。長時間やってると頭皮が痛い。なんか君僕ん時の MV とかね、なんか頭痛かった。今日のステージ、ルカさんの冷静なリカバリー素敵でしたね。なんかやったっけ、ルカ。ルカなんかやったっけ。昨日可愛かった。あ、昨日可愛かった。ありがとうございます。珍しいね。こんばんは、こんばんは。どうもどうも。じゃあ好きなディズニー作品なんですか、みんな。なんかあんまディズニー作品わかんないな。じゃあ好きな映画、好きな映画なんですか。がね、スズメのね、戸締まりがね、最近のね、映画でね、すごい好き。最近っていうのかわかんないけど、すごい好き。特に大臣がね、本当にね、好きすぎて、本当に好きすぎて好きでした何の話。大臣がね、本当に本当に好き。普段言わないみたいなのやめてもらって。いやー、なかなか珍しい。キングダム好き。あ、キングダムね、見た。キングダム、なんかさ、キングダムさ、終わりみたいなさ、次かなんかでもう終わりみたいな話だったの。なんかさ、そんなことなくなったよね。あれマジごめんあれマジごめん。いや大丈夫よ、全然。物まね心配してくれた。いや全然。眼帯つけての中二病っぽくて恥ずかしかったまあね、ルカもね、眼帯ねつけてた時期あったからね。眼帯つけた時期はね、嬉しかったよあの中二病っぽくて逆に嬉しかったけどね。なんかこれでこういう線ついてるやつで楽しんでた眼帯を。鈴とちまだ見てない。天気と君の、いや一番好きかな、スズメの戸締まりが。今日も可愛いです、ありがとう。ホースだまま、あ、そうじゃない。うん、そう。こんばんは、こんばんは。あくびしたら口が割れました。西村さん、そんなことありますか。え、どういうことだろう。もう戻らないぐらい割れてしまったのかな。
裂けた口が。てかまだないかな。でも懸念しとくわ。そんなことがあるんだね。こんばんは、こんばんは。じゃあ訓練していこう。いや、あのね、子供の頃ね、子供って言うても言うてもって感じ。やめてください、眼帯。眼帯でパフォーマンス楽しみにしてる。いや、まあ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 大変ですからね、眼帯は。片方見えないから結構気持ち悪くなる。そうだから私服の件なんか言われた、言われてないだろう。いや、わかんない。なんかね、なんか言われてもね、忘れちゃうんだよね。人基本ほとんど覚えてることがない。かしこみかしこみ、あ、そう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 、そう、入り立ての時バカデカ、そう眼帯してたよ。ももらいめっちゃさ、ももらい目がめっちゃさ、最近はもう大丈夫なんだけど、本当に大変で、物もらいとかが。中学の時、これ話したけど前、中学の時とかもうやばいから、あのコンタクトマジつけらんなくて、でコンタクトつけてても、もう本当になんか真っ白になるの、物もらい。だからそういう時も友達に、自分でコンタクト取れなくてさ、友達に取ってもらったりしてて、でメガネで投稿する時とかもあったけど、メガネだとマジでブサイクだから、あの本当にコンタクトしないで、メガネもしないで廊下とか歩いてると、なんかめっちゃ目つき悪くて、でなんか無視されたみたいな、なんか気づかないから、なんか無視、なんか無視みたいな、なんかなっちゃったり、廊下すれ違う友達とか、なんかすごい散々だった散々だった。でもちょっとメガネつけながらは歩きたくなくて眼帯すると遠近感と、そうね、両目でね捉えてるからね。やめてください、しない、やめてください。細野守って確かジブリの面接受けたけど才能ありすぎて落ちたらしいですね。他屋でやった方が、なるほどね。こう誰かの下につくよりも自分でね、何かを作った方がいいもの、いい話。こんばんは、こんばんは。そうだった、すぐ忘れるもん。じゃあ作られても大丈夫な。何を言ったん一体。6人眼帯つけてパフォーマンスはできるんだろうか。普通にぶつかりそうだよね、それは。遠近距離感がつかめなくて、しかも6人眼帯つけてパフォーマンスだから、もう別のグループだけどね、なんか中二病コンセプトのグループみたいな。中二病で眼帯した時期はないかな、あのわざとってことでしょ。それはないかな、さすがに。こんばんは、こんばんは。髪を仮にまた染めたらカラコンも茶色にしてよ。黒コン以外の西村見たことない。黒コンじゃないよこれ全然違うよ、ピンクで、ピンク。最近はねずっとピンクのつけてるコンタクト。黒コンはねつけてたのは、マジでゴキコンみたいなのつけてたのは中学生ぐらい、高校でもつけてたかな。やっ、ダイナありがとう。ルカちゃんって陰に見てるようなと、いやー陰気でルカは。ありがとうハット。こんばんは、こんばんは。デザイズハートありがとう。こんばんは、こんばんは。西村さん自炊しません、自炊できません。自炊はね知ってた時期もあるけど、あのなんだ、コロナでガチで暇ね、すんごい暇な時があって、学校もオンラインみたいな、で学校へ大学の登校もなくて、
て本当に暇な時にちょっと作ってたかなくらい。眼帯はしないので妹は紹介してから。やめて、その究極の二択紹介はしません。眼帯にマイファブのロゴつければマイファブですよ。いや違う違うでしょ。眼帯にマイファブつければマイファブになる。昨日見に行って野球面白かった。あ野球ね、完全にサッカーかと思ってた。ルカちゃんはメンバーにルカちゃんって呼ばれ、いやないな。あアンピーがルカちゃんって言ったかな。こんばんは、こんばんは。あミホリンもルカちゃんか。だいたい最初の方はみんなルカちゃんかも。うん、花とかもルカちゃんって呼んだ気がするな最初はね。どうもこんばんは、こんばんは。すぐやん、何の話した？昨日話したね。昨日古松太田さんにルカのサイン入り生写真もらった。優しい、優しい世界だね。サイン入りもらった。いやでもやっぱ地引きしたくない？どう？ルカちゃんって響き可愛すぎるんだよね。ルカちゃん、ルカちゃん何も思ったことないわ。サッカーも好きだからあながち間違いではないのが何とも言えない。まあね、野球はねやっぱり忘却バッテリー見てたからね、見てるからねやっぱいいよ。サッカーもね、あのブルーロック見てたからね、 いいよ、どっちもわかるよ。アイスありがとう。ルカより野球観戦が勝つ西村オタク。そうなんだよね、みんなみんなそうなんだよね。スポーツ観戦の方取るからね、全然いいよ。みんな趣味はやっぱ趣味は捨てちゃダメだからね自分の。こんばんは、こんばんは。しつつ自分の趣味をやりつつ押してくれたらそれでいい。それでいいよ。ごめんなさい、野球の方が大事。まあ方がとかね、そういうあのね順位とかないからやっぱ好きなものに順位ってないからね。ルカちゃんとの思い出は常に忘却するから昔最強だったのかもしれない。常に忘却する、悲しいよ。でもルカも忘却する。忘却する、何も覚えてない。明日ってなんかある？明日もまあ ありますね。明日もルチャ寛大だな。寛大ですよいつだって。マイファブのメンバーにも順位、そう順位好きやね、やっぱいろんなね好きがあると思うので順位はないと思いますね。忘却パッティ知ってるけど見てない。もったいない、絶対見た方がいいよ、マジで面白いんだから。忘却するの最低、自分は良くてね、他人には厳しいタイプ。でもルカもそう、自分に甘くて他人に厳しい。嘘、自分には甘くて他人にも甘い。また来年スコン行ってもお土産はないです。あ、ないんですね。もう分かりました、お土産は分かりました。もうお土産はいいです。そう、そういえばさ、昨日定期公演でプレゼントでさ、あのリファのねブラシをもらったんだけど、いちかとお揃いかな、あれ誰なのかが分からなくて、本人ですよ、またはその人を知ってますよという人がいたら、こちらに、こちらの連絡先にお送りください。探しています。
1周年ライブのポストを運営が忘却してるんですけど、いや日付とか場所とか教えて、ですね、新宿のルミネー、新宿のルミネー1ん、そんな感じ、12月15日ですだよね。私もやんけんあくび、おールーカーより優秀な人いるじゃん。12月15日日曜日、新宿ルミネ1に、ルミネ0の1じゃない1個多かったな、数字が引かないとね、ちゃんとマイナス1しないと。12月15日の日曜日、新宿ルミネ0にて一周年ライブを行いますので、皆さんはぜひ来てください。あとね、あの10月からねラジオがね始まるので、それのメッセージをね、あのね、あの送ってほしいです、みんな今すぐにこの配信が終わったら、こんばんは、こんばんは、惜しかったね、さすが先輩、西村オタク、西村オタクって言われてるよ、こんばんは。割とスケジュール分かりにくいです、あ、やめてください、耳が痛いです、耳が痛いです。リファ使わないならもらうけど、使うよ。ルカブラシさ、あの3個くらいもらったんだけど、ルカの髪の毛がボサボサだからかなって思ったり思わなかったりしてるんだけど、ありがたく使わせていただきますね、ありがとうございます。ルカさん、なんだい、ルミネゼロは新南口から雨に濡れずに行け、そうなんだ。ラジオで激辛チャレンジしてくださいと来たらします、するよ。あの本当は食べてないのに辛いふりします。マイファバットベイ FM.co.jp、 まさかのメッセージ送るリンクを貼ってくれてる、これ髪の心配そうされてんだよね、そんなこんな口悪いのにメッセージ送っても、いやいや、あの隠してください、あの大人の方が見るメッセージなので、皆さんあの口は悪くなく送ってくださいね。青石ありがとう、デザイズハートありがとう、今日もルカ可愛かった、おーありがとう、初めてマイファブ見た、初めて、ありがとうございます。西村の前髪どうしてもどうにかして割れないようにしてみたいよね。ケープとかねしないからね、でもしようと、これからはねしようと思う、初めて前髪みたいな、ありがとう。ルカさんいつも優しくしてくれてありがとうございます、ルカはいつだって優しいよコメントすることなさすぎて業務連絡なんかあるかな、コメントすることなんかあるかな、なんかあるかな、なんかあるかな。丸っこい前髪やめたの、やっぱやめたね、あのちょうちんあんこみたいな前髪ね、あの昔のちょうちんあんこの横から見たらもうまるでちょうちんあんこのような、優しい、ん、え、どうして困惑してる、いつだって優しいだろうかは、こんばんは、こんばんは。まあ、フリーライブってもうやんないの、まあリリーベやってるからね、あれがフリーみたいな感じなんじゃない、無料だしリリーベって感じじゃないですかね。こんばんは、こんばんは。でもちょっとリリーベってさ明るいからちょっとさ気まずいよねちょっと気まずくない、明るいしさめっちゃ近いじゃん、ちょっと気まずいよねあれこんばんは、どうも、こんばんは。あーね、そうなんですよ、記憶改ざん、いや、思い出したらいっぱいやっぱルカの優しさがね蘇ってくると思うですけどね、どうですかね。なんかあるかな話すこと
なんかあります？ なかったらまあここら辺で。改ざん読めてる、合ってた、読めてるわけじゃないんだけど、こうかなって 適当に言っただけなんだけどね。こんばんは、こんばんは。ラジオ声になってきた。 確かにまずい。まあ、でもラジオはこうメッセージ来るじゃん、それ読んでればなんかいいかなって思うんだよね。世間です、どうも、こんばんは、こんばんは。今日起こったこと、嬉しかったこととかは、もうなんか、無理やり出してくれた感すごい。今日起こったこと？あ、今日はね、今日嬉しかったことは、何ですかね。聞いといて、違う。今日はまあタピオカ飲めたことですかね。あと、ゲーセンで今出てるかぼちゃのうさぎのぬいぐるみがあるんですけど、それを取ったことですね。特にないです、お疲れ様。悲しいわ、悲しいわ。ラジオ無理無理可愛いキャラですよ、おかしいでしょ。いきなりルカが、いきなりルカがさ、ブリブリ可愛いキャラになったらおかしいでしょ。ルシャ意外と漢字読める。漢字ね。まあ、ラジオは進行台本あるから、そうそうそう、大丈夫。台本あればね、大丈夫だよ。ラジオは多分録音だよね。早めにメッセージ出します。あ、お願いします。早めにメッセージお願いします。かぼちゃの席どうなの？なんか、ジェイソンウサギ。なんかウサギがかぼちゃの仮面かぶってて、斧持ってるの。髪色変えたいのだけど希望ありますか？なんかさ、髪染めるのってさ、順番ない？なんか、この色を入れちゃうと、この色ができなくなるみたいな。ピンクかな？薄ピンク。てか、薄ピンクやりたかったんだよね、髪の毛。染められた。かわいいよね、薄ピンク。ペンネームどうしよっかな。 書いてくれるんだ、ペンネーム。まあ、わかるのにしてね。ええやん、無理無理かわいいキャラ。 よくないよ、困惑するよ。てか、なんかメンバーが困惑するでしょ、いきなり。ルカがさ、どうしたみたいな、なるよ。ルカどうしたんって。なんか早めにね、みんなコメントとかね、お願いしますね。ペンネームとか。わかるのにするわけない。そういうもんなの、ペンネームって。襟足も切りたいんだけど、ルカちゃんが好きって。いや、いいや、なんで切るの、襟足。そう、いつも可愛いので大丈夫じゃない。本当かな。いきなり。メンバー5人の第一印象覚えてますか？覚えてます？メンバー5人の第一印象。ああ、もうね、リンカは、オーディションの時にリンカだったんだけど、わ、すごい。なんかすごい、はつらつとしてる子がいるみたいな。なんか、あ、頑張りましょうねみたいな感じ。もうその頃から、あ、すごい子がいるみたいな感じ。で、花と一花は本当に何も、本当に何も喋んなかった。ガチで、めっちゃおとなしいの。喋れない子なのかなみたいな、レベルの感じだった。多分、いちかとか一言も喋ってないんじゃないかな。花も、どっちも、なんか人見知りだからやばかったね。まあ、みょうりん単品は、なんか、あ、めっちゃ優しそうな人たち入ってきた、みたいな感じ。8対目の時。テーマフリーが一番きつい。 確
確かにね。ツインテールみたい、犬みたい。犬みたい、犬みたい。ガチで、ガチでハツラツとしてた、なんか。いちか普段しよう。いや、いちかしようじゃないよ。いや、いちかはしようじゃないよ。こんばんは、こんばんは。いちかは、なんか、なんだろう、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろうな、あ、まあ、気まぐれっていうのかな、まあ、ね、猫だね、猫みたいな感じだね、どっちかというとうさぎ猫あたり。無邪気、無邪気。みたいなことまだだけど。まあみんなのこと好きやろ。全然。じゃあ遊びに来てよ。あ、もう終わっちゃうけどね。どうも。メンバー全員むずいな、さっきから。あれみたいやわ。取材。主催の人みたいな。動物あったけど本当に出なくて、何々さんは動物食べて何ですかみたいに聞かれて全然出なくて、俺から出なかった、他のメンバーが答えたけど。今来たばっか、いたやろ最初から。まあね、ここら辺でやめようかな。ルカニャンコだけはシッシュしてください。何のこと言ってるの、さっきから。お疲れなのに配信してくれたら、いや全然、こちらこそありがとう。明日朝の5時から配信、なんでルカは朝5時から配信させんの、ルカタピョン。お疲れ様で、配信いえいえ、こちらこそありがとうございます。ランキング読みますね。アジサイ、あの海へ行く7月、シナ、エイジ 100% 天使の雨宿り、ナメネコ、ダイナ、アナナク、シゲ、絶滅発、ありがとうございます。お疲れ様です。アジサイ、ありがとうございます。こっちはございます。バイバイ、また来週。ハッシュありがとう、また来ます。また来てください。こんばんは、こんばんは。ハッシュありがとうな、こちらこそありがとう。おやすみ、おやすみ、昨日の時はお疲れ、こちらこそお疲れ様です。ありがとうございます。来てくれて。ありがとう。ところで X いつはじゃもう始めてます。 X はおやすみ、明日5時に、いやいや、やないですよ。5時に起きても、ただ早起きなだけだけど、早起きはねいいことだから、起きる分にはいいと思うけど、ルカの配信はないですよ。おやすみなさい。お疲れ様です。おやすみなさい。またね、バイバーイ。